テイクバックをゆっくり上げる方法っていうねお話ですけれども、まあテイクバックがねどうしても速くなる方、これはね上下の動きというかね、上にはクラブが上がらない、まあ結局上に上げるっていうことはこうクラブが重たく感じるんですね。これは重たく感じるんです。こうクラブの総重量を体で感じる上下の動きですね。横に使うとね重さ感じないんですね。ですから横に使う方ってすごいざっくりいったりねダフったり、まあ、スイングが速い人が多い。でもこのように上に上がる方っていうのは重さをダイレクトで感じるので、とても重たい、まあ、障害物をこのように置いてちょっとやってみます。まあ、この障害物に対してですねこう当たってしまってはね、横に使っているということになるんで、上に上げるようにテイクバックですね。体を回転させながら上に上げていくと、こうすればね道具の重みっていうのを感じる、のですね。ですから上に上がるとなるとやはり道具の重みっていうのをね、感じるってことになるんですね。ですからまあこの、黄色いバーがあるんですけど、この、上昇の角度ですね、上昇のこの角度を意識してください。このぐらい角度っていうのあるんです。だから低く長くっていうんではなくて、割と上昇する角度、このように低く上げてしまうどうしてもスイングが速くなる。上に上に上げていくとクラブの重みがダイレクトで感じるんですね。そうするとそうはねバックスイング速く上がらないんです。ですからこの上昇する、クラブの角度、この角度を意識していただくと、なかなかねこう上に上がる方っていきなり上げれないんですね。背中だとかですね足、等を意識していかないとクラブをいきなり上に上げることってできません。このようにね、ですからこう上昇していく道具をね上に上にっていう風に考えていくと道具の重みを感じれるので、横に引きずる方っていうのはどうしてもスイングが速くなる。このように上に上に抜けていくように、テイクバックを、心がけていくと、そうすればねクラブがこう重たく感じるんで、まあゆっくり上げてるんじゃなくてゆっくり上がるということですね、重みでね。そういう風に考えていけば、だから手首のコックとかね、まあ、そういう手首とか使わないで上に上げてください。そうすればクラブの重みをダイレクトで感じ、ゆったりとしたスイングできると思うので、やってみてください。原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時に、アップしております。見逃したくない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。